はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表の龍コーチです。本日は、相手を背負った状態で前を向くターンっていうのを5つご紹介していこうと思います。こちらのターンの練習の動画なんですけど、試合中に相手を背負ってしまってボールを取られてしまう選手とか、特にこちらの動画めちゃくちゃ役に立つと思うので、皆さん動画の方最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、では早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、いかがでしたでしょうか。相手を背負った状態から前を向くターン5選ということで、今回ご紹介していきました。で、今 RWS ドリブル塾のチャンネル登録をしていただくと、サッカーが上手くなる動画を14個無料でプレゼントさせていただいております。こちらの見方なんですけど、概要欄の方に詳細が詳しく載っていますので、皆さんそちらの方ぜひ見てみてください。はい、では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。